皆さん、こんにちは。ある年代以上の人は必ず目にしたことがあると思われる悪役で有名な俳優、成田美紀夫さん。今回はそんな成田さんの生い立ちから俳優として活躍されるまでの経緯について調べてみました。成田さんは子どもの頃からお父さんに役人になれないと人生の意味がないと教育されていたことから、役人になるためひたすら勉強をされていたそうで、その努力が実り東京大学に合格されます。しかし水が合わないとの理由から、せっかく入った東京大学を1年で中退されると、その後は故郷に戻り山形大学人文学部英文学科に入学。そしてこの山形大学も勉強する意味がわからなくなったと2年半で中退されます。そんな成田さんは芝居をやりたいとの気持ちが忘れられなかったそうで、1959年24歳の時に俳優座養成所に第12期生として入所されると、1963年28歳の時には俳優座養成所を卒業。ただその後劇団からスカウトがなかったため、当時市川雷蔵さん、勝新太郎さん、若尾文子さんらスターが勢揃いしていた大映で自分の力を試そうと、東京京橋にあった大映本社に自ら出向き、大部屋俳優として契約されたのでした。こうして大映に入社された成田さんは、1963年映画高校3年生の端役で俳優デビューされると、翌年の1964年にはやられる前にやれ、ケンジ、桐島三郎、ゴロツキケンなどで端正なルックスとニヒルな雰囲気を持つ敵役として頭角を現し、1965年には映画座頭市地獄旅で、普段はクールだが将棋狂い、待ったをかけると殺気が燃え上がり、市勝新太郎さんと対決する浪人十文字忠役で強烈な個性を発揮し、たちまち敵役として不動の地位を確立。以降主に勝新太郎さんや市川雷蔵さんの敵役を務めつつ、映画ある殺し屋では市川雷蔵さんの弟分という準主役を演じられたほか、1966年にはテレビドラマ土曜日の虎で主演を務められるなど幅広く活躍されたのでした。ただ1970年代に入り、日本映画産業全体が斜陽化すると、大映を退社。その後は1972年石原プロ制作の影狩りシリーズなどに出演し、1973年には東映に入社され、狼ヤクザ弔いは俺が出す、仁義なき戦いシリーズに出演。以降東映の実録ヤクザ映画の常連俳優として活躍されたのでした。そんな成田さんは一般人の女性敦子さんと結婚されると、その後娘さんが複数誕生しているようです。なお娘さんに関しては詳しいことは不明となっています。敦子さんによると、成田さんが32歳、敦子さんが19歳の時、共通の知人を通じて知り合われたそうで、成田さんから時々電話が来るようになり、食事や映画お酒を飲みに連れて行ってくれるようになり、その後結婚に至ったそうです。敦子さんは3人姉妹の末っ子だったため、とても良いお兄さんができたといった感じだったそうですが、ある日のこと、デートで日比谷へ映画を見に行き、その帰りに食事をしていた時、敦子はどんな本を読んでる？と成田さんに突然聞かれたそうで、敦子さんは突然の質問に焦りながらも、これまで読んだことのある数少ない本の中で太宰治の名前を挙げると、成田さんは、太宰は僕も好きだよ、あとねドイツの作家なんだけどハンス・カロッサという人の本なんか敦子にいいんじゃないかなと思うんだ、透明感があってさらっとしている文章で読みやすいよ、なんということないようでいて読後がすがすがしいんだと本を勧めてくれたそうです。そこで敦子さんは家に帰ってから早速本屋さんに探しに行ったそうですが、絶版となっていたため、今度は古本屋を回り、3軒目の古本屋でようやくハンス・カロッサ全集を見つけ買い求められたそうで、以来この本は敦子さんの大切な本となり、
現在でも時々読み返すほどの愛読書になっているのだそうです。ちなみに敦子さんは成田さんから、何でも一生懸命読まなきゃダメだ、詩でも小説でも作者は命がけで書いているんだ、だから読む方だって命がけで読まなきゃ失礼なんだ、そうでなければ字面ばかり追うだけで本当の宝物は作者は見せてくれないんだよ、と本の読み方を教えてもらうも、とてもそういう読み方ができそうになかったことを明かされているのですが、結婚後初めて京都へ行った成田さんから届いた便りに、カロッサも毎日少しずつでも続けてください、そして人並みはずれて誠実な人間がどんなことを考え続け、どんな具合に生きていったかを少しでも分かってほしい、僕もこの辺でもう一つ腰を落として勉強のし直しをするつもりです、とにかくもっと自分をいじめてみます、男が余裕を持って生きているなんてこの上ない醜態だと思う、ギリギリの曲芸師のようなそんな具合に生き続けるのが男の務めと思っています、色気のない頼りになってごめんなさい、と書かれてあったのを読み、成田はこういう本質の部分を最後まで持ち続けていた人だと思います。人並みはずれて一生懸命真正面から何かを見つめ考え、そのために苦しんだり傷ついたり悲鳴を上げながらも自分に鞭を打つ、これが成田の聖域なので決して触れない部分だと思っていますし、私などには計り知れない世界でしょう。私のような俗人から見るとなぜそんなに自分を痛めつけなければならないのかと思いますが、これはそういう感性を持って生まれた成田の業のようなものではないかと思います、とカロッサを通して成田さんの内面を深く知ったとおっしゃっていました。酒好きの成田さんは若い頃から勝慎太郎ら俳優仲間と毎日のように飲み歩いていたため、30歳代半ばで胃潰瘍を患います。それからは胃に負担をかけないように注意していましたが、1989年頃に進行したスキルス胃がんが発覚します。勘のいい成田さんはがんであることを悟っていたようで、そんな成田さんに隠し事をしても無駄と覚悟した妻の敦子さんは成田さんにがんであることを正直に話します。12月には当時副院長をしていた松崎翔平の妻と成田さんがいとこ同士だった関係から東海大学医学部附属東京病院に入院し、胃の3分の2を切除する手術を受けます。入院中は好きな本を読んだり50歳頃から始めた俳句作りを楽しんでいましたが、一方で医師や看護婦を何度も呼ぶのは申し訳ないと言って静かに闘病生活を送っていたとのことです。成田さんってこんなに人気のある人だったのですか、と若い看護婦が驚いたと言います。それほど彼の病室生活は遠慮深く静かで我慢強いものでした。病院副院長は次のように語っていました。私はびっくりしたんです。亡くなってからこんな騒ぎになるとは思わなかった。彼自身入院を外部に伏せていましたから、お見舞いに来られた方も限られていましたしね。うちの看護婦たちも若い女の子ですから、成田美希夫という人は知っていたけれども、そんなに人気のある人だという感覚は持っていなかったんです。いわゆるミーハー的人気に支えられた人ではなかったですからね。それがなくなったら大騒ぎになったんで、うちの看護婦長から若い子までびっくりしてしまった。こんな方だったんですか、と。それくらい静かな闘病生活でした。またどんな状態であれ頭脳は明晰に保ちたいと、思考能力が低下する薬は拒んだそうです。その上どんなに痛みが伴い苦しい治療を受けても医者や看護師に当たることはおろか、見舞いに来た人にも辛い様子を見せようとしませんでした。遠慮などという陳腐な言葉ではなく、そこには彼の一流の美学がありました。彼はどんなに病が進行しようと静かに活字に目を落とし、その様子はまるで学者だったといいます。教養のある善人だからこそ演じることができた悪役でありました。最後の最後は眠るような死だったようで、奥様に対してさよならとかそういった言葉は何も残しませんでした。また日頃からいざとなった時に泣くなと言っていたようで、奥さんは人前での涙は安っぽくなるからと、成田さんの最後を前に決して涙を流しませんでした。いかがだったでしょうか。数多くの時代劇やヤクザ映画で敵役を演じてこられた成田さんですが、その素顔は
文学やお芝居を愛する、とても物静かで知的な方で、多くの人々から慕われていたようです。最後までご視聴いただき、ありがとうございました。コメントを残してくれると嬉しいです。チャンネル登録、高評価もぜひお願いいたします。それでは、また。